とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、タワーシーズン3も残り2日となってます。残り2日、張り切って回っていきましょう。とりあえず、今日は3周だね。行きまーす。いいのが出てきてくれれば嬉しいけども、どうでしょうか。まあ、今回のね、タワーシーズン3も、まあ、そこそこ最初は難しかったけどね。でも慣れてしまえば、なんてことない、そういうクエストになりました。うん、やっぱ最初難しかったね。初見は、ちょっとこれ無理じゃないかなっていうふうに思ったけども、まあ、なんとかなるもんだね。うん。まあ、やっぱそういうふうに作ってあるんでしょうけど、やっぱ適正なね、アーティファクト、そして装備なんかを選んでいけばいけないはずはないんだよな。うん、多分運営さんがちゃんと一度ね試してるはずだから、さすがに到底無理っていうのはなかなかないんでしょうね。よし、シーズン3、ああ今日の動画じゃないかな、明日ぐらいの動画でどれぐらいのやつが出たかっていうのをちょっとお見せしようと思うんですけども、うん、やっぱね、シーズン1がね、一番出たかな。1の時が、確か一番出た。1月の1日、あと12月31日とか、まあ、年末年始がとにかくいいやつが出まくったんで、うん、あれを超えるシリーズがないな。では、とりあえず、3週の1週目、おしまいです。何が来る？防具が欲しいんだよね、やっぱり。きつ、おお、ちょっと待って、ソーブレードあるよ、ありえるよ。まず達人、これはいらないね。うん、まあエンチャントの黄金で重力ついてる、これは悪くない。うん、エンチャ自体は、あ、いや回復がついてないな。次、キツネ、あークールダウンなし、クールダウンなしですね。ダメ、ソーブレードなんだ。ああ、欲しいやつが一つもついてないね。痛みサイクルもないし、ダイナモもない。いやー、これは微妙だな。そうね。これはね、お供え物にしかならないんで、キツネ、これにしときます。次に行きましょう。それでは2周目いきましょう。どうだろうか。防具が出たんだけどね。でもね、防具だけども、うん、いるやついらないやつあるよね。で、特にエンチャントがね、やっぱりいいの来ねえな。本当になんか来てくれればいいんだけども、うん、どうしてもクールダウンがつかないね。いや、今回全然ゴーレムが働いてくれてない。え、火力ないな、全然。エンチャントが良くなかったか。やっぱいいエンチャが出ると速攻倒せるもんね。今回はちょっとよろしくないでしょ。うん、でもね、クリティカルエコー、あと一つか、クリティカルエコー毒か、毒の雲、あれが出た時がダメージエグいもんね。それぐらいでパーッと倒したいけども、どうしてもこのエンちゃんの人はね、うん、当たり外れがあるんだよな。これは加速とあれか、やけどかなんかがついてるのかな。よし、では2周目どうでしょうか。来てくれるかな。シーズン3最後だからね。なあ、これ全部ノーマルじゃない。うわ、ひどひどい、これはひどいね。まあ弓を売るか、それぐらいしかないね。まあ3周目に期待でこれにしときましょう。それでは3周目、今回ちょっとこれ怒り
撮ってみました。うん、なんかやっぱ装備はね、俺がいつも使ってるのがベストだと思うけども、まあたまにはちょっと遊びで、やってみましょう。お、そこそこダメージ入るぞ。ちょっと待って、これ、おお、いい感じで、うん、あ、いやこれきついわ、きついきつい、ダメージがきつい、なんでだろう。よし、あれか、あ、やっぱあのこの防具が弱いんだな、防具がちょっとひ弱なんだと思う。あぶねえ、 OK 倒しましたね。では3周目なんでしょうか。いいの来て、なんだろう、これもいらないな。もう武器はね、もうある程度欲しいやつは固まってるから、グレートアックスか、ダイナモ1なんだよね、もともとが。よろしくないな。誕生年上もね、これもなんかいまいち強いのか弱いのか意味がわからないんだよな。まあこれでお供え物かな、これにしときます。もうついでなんで4周です。もう4周いきましょう。で、矢がね、今回ちょっと少なめ、足りるかちょっと微妙ですけども、まあまあ大丈夫でしょう。あ、てか俺あれか、ちょっと待って、俺エンチャつけてない、いいか、いけるね、雪玉とあれぐらいだから、まあまあまあ大丈夫でしょう。ちょっとミスったな、もうこっちに入れとけ、これでいいや。攻撃特化でいきましょう。いや、あんま変わらん、あんま変わらんし、まあまあ足りるね、足りる足りる、 OK、 よし、 OK、 うん、いけ、もう倒せる、もう倒せる。おいおい、ちょっと召喚しすぎじゃない、今回えらい出すね。あー、いやー、ちょうどなくなった、よし、うん、矢がまあギリギリだったけども、あ、いいでしょう。では泣きの4回目どうだ。防具、防具、どうなの。まあまあ反逆者はまあワンチャンありかな。まあピグリーンアーマー、これアーティファクトのダメージがついてるからカバンビルドとはちょっと相性いいんだけども、ダメだね、クールダウンなし、ダメ、ロングボウもダメ、反逆者どう、なあ、クールダウンなし、そっか、ならばまあまあ反逆者お供え物にしますか。クールダウンなかなかつかないな。はい、ということでシーズン3ももう少しで終わりなので、4週行きました。で夜も多分あと 2,3 週行くと思います。はい、まああと1個ぐらいいいのが欲しいところだね。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。